はい、こんにちは、よしウクレレヨッシーです。皆さんはウクレレで弾き語りを楽しんでおられると思いますが、自分でね、譜面を書く、譜面というかね、歌詞とコード表を書いたりする、まあ慣れた方はね、もうコードネームだけで、ダイアグラムを書かなくても、大丈夫だというところでしょうけども、ちょっと複雑な馴染みのないようなコードが出てきた時にはちょっとメモっておくというところですね。あるいは初心者の方は本当に、全部のコードを書いておいた方が最初はやりやすいと思うんですが、いちいちね線を書くのは、4本の線書いてフレットを書いてっていうのめんどくさいと思います、正直ね。それで今日はちょっとすこぶる便利なグッズを紹介したいと思いますね。コード表を手書きで、しなくてスタンプがあるんですね。こういったスタンプ、これシャーチへ貼ったエクスタンパのこういう風に押せますね。こっちはちょっと大きめなんですけども、こんな感じですね。こちらはフレット、0フレット、1フレットか0フレットですね。ここの二重線のところ、これが書いてないので任意のフレットが選択できます。これはローポジションということでね、二重線のところがナットのウクレレのねこの部分になるわけですね。はい、こんな感じになるわけですね。はい、そしてこちらはこの任意のところ、どこでもいいです。この数字をね型に書けばそのフレットのところになると思いますね。はい、こういうスタンプがあります。どんな感じかちょっと押してみますね。ここにね、はい、これがフレットのある、まあこれと一緒ですね。ここのね、頭にあるのと一緒ですね。こんな感じ。そしてもう一つがこんな感じですね。はい、非常に便利ですのでね、一つ持っててもいいんじゃないでしょうか。今も安くでね、電話が鳴ってますね。はい、今日は、ダイアグラム用の、ウクレレダイアグラム用のスタンプのご紹介でした。それではまた、バイバイ。